で、本日はですね、女性支援をしてらっしゃる、コトリスの、関根清美さんとお話しさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい。では、関根さん、女性支援をなさっているということですが、今の夢やビジョンを教えてください。女性支援を目的で、コトリスという団体を立ち上げたのが、もうかれこれ4年、5年ぐらい前になるんですけども、はい、で、ずっとイベント事業をやってたんですね。なんか自分の一番大切なことに気づいてもらいたいなっていうことで、やっぱ気づくって人が気づかせることじゃなくて、自分で気づかないと意味がないと思ったんですよ。で、著名な先生方をお呼びして、講演会やセミナーなんかを主に企画主催をしてたんですね。はい。それで、たくさん参加していただいている方の中で、誰もう一人でもいいから、はって気づいて、なんかちょっと人生が変わっていったらいいなっていうことで、そうやってイベント事業をずっとやってきたんですけども、今ちょっとお休みしているんですが、はい。じゃあその夢ビジョンっていうのは、その自分で気づくとおっしゃってましたけど、どういったことに気づくってですか？ちょっと私があんまり話を聞けたか怪しいんですが。この夢やビジョンは、その事業をやってて、で、たくさんの多くの、女性だけに限らず男性の方も参加していただいて、変化成長を見てきたんですよ。変われるんだなっていうところに気づいて、で、今イベント事業はお休みしてるんですけど、ちょっと、今の日本、この時代のこの日本に生まれてきたのって、すごくラッキーだなって思ってて、戦争もないし、ね、食べることにも困らないし、何でもいろんなことができるじゃないですか。で、昭和、平成、令和って、時代がこう流れてきてて、で、平成から令和になるときって、すごくもう、今、それまでは、何、天皇が崩御して、それで世代交代で時代が変わっていくっていう流れだったのが、天皇皇后が生きてる時にもうお祭り騒ぎだったじゃないですああ、そうですか。ね。もうこんなこと経験できるってめったにないことだなと思って、で、そうやってそんな、ね、昭和、平成、令和っていうね、時代の流れというか波を生きてきた、昭和の、女性、昭和に生まれた女性の生き方ってどんなだろうっていうのを興味を持ったんですよ。そういうきっかけがあったんですね。で、人ってもう本当に、10人十色というように、10人いれば10通りの、100人いれば100通りの人生があると思うんですよね。本当にどんなに恵まれてるなって傍から見て思うような人でも、すごいどん底な時代があったりとか、なんかすごい苦労してるんだなとか、なんかお話を聞けば聞くほど、なんかこう、なんだろう、あ、本当に人の人生って深いなって、いうところに気づいて、で、あ、これって本にしたらなんか面白いんじゃないかなって思ったんですよ。面白そうですね。このね、なんだろう、女性の生き方っていうか、まだタイトル決めてないんですけど、そういったのを、なんかこう、オムニバスのように、こう、いろんな人の人生を本にできたらいいなっていうのが、夢ですね。ああ、いいですね。その昭和、令和、平成を見られてからこそ、その深いね、なんか生き方とかに触れて、その生き方をこう本にしたいっていう夢、めちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。できるかどうかわからないんですけいやど、ー、めっちゃなんか興味深いなと思って、聞かせてもらいました。では2つ目いかせていただきます。じゃあその、女性の生き方の本を作りたいっていうその夢ですけども、その夢を具現化するためにどんな目標や計画を今立てていらっしゃいますか？今もう進めてるんですけど、100人ヒアリングをしているんですよ。すごい。で、2021年、来年の8月ぐらいまでに、その100人のヒアリングを達成したいなと思ってて、で、そうですね、
で、まあ、あの全100人が全員本人の載せられるわけじゃないと思うんですけども、うん、あのその中からピックアップしてちょっとこうあの、うん、また新たに再取材みたいな感じでもっともっと深くあの聞かせていただいて、ちょっと何人かの、 あの人たちを載せて本にできたらいいなと思ってますね。めっちゃいいですね。そして具体的ですし、すでにアクションしてらっしゃるっていうのがさすがですね。ところが、はい、アクションしてるんですけど、それがね、去年から始めたんですよ。で2年間で、はいはいはい、できたらいいなと思ってたんですけど、で募集したんですよ、うん、メルマガで、うん、そしたら結構あのいいですよって言ってあの来てくれて、それで最初ズームでやってたんですけど、このコロナとかがね流行る前にね、ズームすごいさすがですね先見の目が、いやいや、やってたんですけどあのズームだったらね結構遠方でもあのできるんですけど、対面でもいいですよって言ったら、うん、あの対面がいいっていう人がどんどん増えてきちゃって、今度あのね、あの相手方はその方だけなんですけど、私一人で対応してるので結構ね自分がちょっと辛くなってきちゃって、結構ハードですよね。で皆さんあのホテルのラウンジがいいっていうので、ホテルのラウンジとかでやると結構交通費とかねお茶代も高いので、あれって私ね一番大変だったのは私の時間なんですけど、時間がちょっと苦しくなってきちゃって、それで去年の11月ぐらいからちょっとストップしちゃってて、うんうん、であの今ちょっと仕事柄あの接客業をやってるので、うんうん、でまあ、お客様のお話を、うん、あの言ってると、うん、あこれもやっぱヒアリングになるなと思って、はあ、すごいつながってきたんですね、うん、はいはい、うーん、あでもいいですね。なんかその 一つの体だからやることは大変だったりすると思うんですけど、その楽しさがめちゃめちゃ伝わってくるなと。ありがとうございます。やっぱりね、はい、人生を話すって誰かに話すってことあります？うん、あそこまでないですね。ないと思うんですよ、はい、そういって、うんね、ちょっとね、いや私なんてそんな大した人生じゃないわよって言ってた人ほど、うん、結構なり出すとどんどん出てくるんですよ、うんうん、そうでしょうね、うん、あなんか面白そう、うん、すごく面白くて、それで私があのいつもあの聞くことって4つに絞ってるんですけど、なるほど、人生って長いので、はい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 、そうですよね、ポイントがポイント絞らないと全部聞ききれないので、あの、うん、まず一つが、あなたの人生の転機は何ですかっていうの、うん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 、そうするとうーんって考えて、 あれかななんて言っていろいろ話してくれるんですね、うんうん、転機ってやっぱりあのそれぞれね、あの皆さん何個かあるかと思うんですが、一番の転機っていうと、うん、結構深いところも一気に入れるんですよ、すごい究極の質問なんですねそれがきっと、で、はい、あとは家族構成、うん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 、家族関係が良好かどうかとか、うん、いろいろ、はい、いろいろあって、まああのね、夫婦仲がお父さんお母さんの夫婦仲が悪くてちょっとなかなか、うんうん、あのご苦労したっていう方もいれば、あの、ね、あのすごく仲いいよくて、であの、うん、ちょっと時間気にしちゃったらちょっとですよね、ちょっとまた後で聞きたいところですね、はい、ありがとうございます。はい、かなり勉強になりました、こちらもインタビューのはい、はい、ではですね、今あのヒアリングをねなさってたりっていう本の準備をなさってるってことをお伺いしたんですけども、まあ、その目標計画に対して、あの関根さんが大事になさってるこう基本指針とかってものはあるんでしょうか。そこら辺教えていただけたらと思います。あの、はい、なんだろう、その相手の方、はい、一人一人をリスペクトするっていうことですかね。はいはいはい、やっぱりあの人生を聞いていくと、あの なんだろう、愛おしくなるんですよ。あ、こんなにすごいと思える人でも、はたから見てすごいと思える人でも、あ、こんな苦労してきたんだなとか、うん、あ、そんな経験してるんだっていろいろお話を伺ってると、すごくなんか愛おしくなって、あ、大変だったねとかそういう感じになって、で相手の方も私の話を聞きたがるんですよ。
うん、今度は逆にそうそう、で私の話も聞かれるからこう言うとなんかこう涙を流しながら2人で話してたりとか大笑いしながらとかあとこうちょっとアドバイスをしたりとかそんな私コンサルやってるのみたいな感じになっちゃう時もあったりとかで、だから本当に一人一人の人生を大切にしていくって、うん、尊重していくってことですかね、うん、素晴らしいですね。もう本当に愛おしくなるって本当相手を大事にして愛そのものでいらっしゃるんだなと、うん、はい、思い愛情深さが伝わってきましたでそのためにはやっぱり、はい、あの自分自身もやっぱりあの、ね、そういうふうに思われる人じゃないといけないなと思うの で、いや日々勉強してますねちょっとこのここら辺まででも感動感極まってますけどありがとうございます、はい、うん、ではですねあの4つ目に入らせていただきますが、はいはい、ですね、先ほど、まあ、女性の生き方の本を書くっていう、そんな夢を持っていらっしゃるとおっしゃってましたが、その夢を持ったきっかけっていうのは何だったんですか？あ、そうですね、やっぱりその、はい、コトリスというあのところで団体であのイベントをずっとやってきて多くの人の変化成長を見てきたんですね。うん、でそういうところで何だろう、多様性だったりその人の生き方だったり価値観だったりって本当にそれぞれ あのもう本当に数えきれないほどのものがあるっていうのが気づいて、そこに何かこう面白みというか興味というかそういうのを持ったのかな。うん、何かそういったいろんな女性たちと出会う中、まあ、女性だけじゃなかったと思うんですけど、うんうん、まあ、そういう出会いの中での、まあ、感動とか発見とかってものはどういったものがあったんですか？はい、そうですね、はい、うん、これはね、女性じゃないんですけど男性だったんですけど、そのコトリスにのイベントにね、私メルマガをずっとやってて、でメルマガを見て、でそのイベントの告知なんかをしてたんですけど、私のやるイベントすごく興味があるけど高いって、料金が高いと思ってる男性がいて、はいはいはい、んですけどねでその新年会、メンタルトレーナーの先生を呼んで、で新年会をやるって、だからセミナー兼新年会だから飲んだり食べたりしながらっていうのをや企画したんですよ、うんうん、で1万円だったんです参加費、うん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 、それが高いと思ってる人がいて、はいはいはい、でもなんでそのね、自分がね、たあの1万円の、1万円が払えない自分、高いと思ってる自分を超えてきたんですよ、うん、いやって申し込んで、うんうんうん、すごいですね、うん、で3時間ぐらいの新年会だったんですけど、彼は、仕事が残業になって、それで2時間ぐらい遅刻してきたんですよ。もったいない、はい、もったいないと思いますよね、はい、でその2時間ぐらい遅刻してきた人がそのたった1時間ですごい満足してたんですよ。へえ、何満足したかっていうと、いや一応その先生にもこういう人が遅れてきますっていうのを言ってあったので、すごくフォローしてくれたっていうのがあるんですけど、うん、その先生もすごく素晴らしかったんですけども、うん、なんだその1万円の壁を越えて自分来た自分に満足してた、うん、そこなんですね。そうなんです、そうなんですよ。へ、その後その1万円とか5000円の参加費が高いと思ってた人が毎月のようにイベント、うん、参加してくれて、で一回ね、プレゼンテーションセミナーっていうのを、あ、合宿、うん、プレゼンテーション合宿っていうのをやって1泊2日の、うんうんうん、多分ね10何万したと思うんですけども、うんうんうん、10万を払って1万円が高いって言ってた人が参加してくれたんですよ。すごい突破してますね、うん、ですごいどんどん変わっていく彼を見て、人って変われるんだって、はいはい、だから何かしらその壁というか、はいはいはい、その人それぞれのなんかこう引っかかってる部分を取っ払ってあげるとすごく変われるんだなっていうことに気づいたんですよね。はい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 、なんか清美さん、あ、清美さんって呼んでいいですかね、はい、全然
の話を聞いてるとやっぱこう人が変化していく様子とか突破して変化していく成長とかを見られてすごい感動とかを一緒にしてらっしゃるエネルギーがすごい伝わってくるなと思いまして、ね、はあ、そこにすごい楽しそう。手を挙げればもっとたくさんいっぱいいるんですけどもなんかそういう姿がいっぱいあるんだろうなって思いました、うんうんうん、はい、本当に変わっていくんですよ人って、うん、ねえ、なんかその人が変わっていく楽しさ喜びとか、うん、今もそれをなさってんだなと思ったんですけども、うん、なんかあそういう風ななんて言えばいいんでしょう、発見や出会いをしてこられた、うん、その背景にはこうきよみさんご自身何があったんでしょうか。そうですね、私、はい、うん、なんだろう、これは、大人になってから最近になってから気づいたんですけど、私場面感目って知ってます？あ、静かになっちゃう。あ、そうそう、あ、よくご存知ですね。そういう仕事をしてたことがありまして。そうなんですよ、はい、家族の中ではすごく普通に喋れるのに、いざ外に出るともう首を縦に振るか横に振るかしかできない子供だったんですよ。あ、そうなんですね。それがもう今の私を知ってる人は全然多分わかんないと思うんですけど、うん、でだからね、子供らしくない子供時代を過ごしたんですよ。はい、はい、でなんでそうなったかっていうと、はい、嫁姑問題が何ですか、嫁姑問題、うん、私の母とおばあちゃんがそういう関係ですごい、はい、もう家庭内でそういう嵐が吹き荒れてて、で私初めての孫、初めての子供で生まれたので、もうみんな可愛くてしょうがなくて取り合いだったりとかして、でもなんで私の大好きなおばあちゃん、大好きなお母さんが喧嘩するんだろう、悪口言い合ってるんだろうっていうので、幼い心を痛めてたんですよ。ですよね、子供どうしたらね大好きな二人がっていう、うん、でそんな感じで、なんかもう本当にもう通信簿にはおとなしい消極的無口ってもうずっと書かれてるような、本当になんか子供らしくない子供時代を過ごしたので、でなんで変わったかというと、結婚して子供を産んで、子供を生まれた娘と息子がいるんですけど、娘が産んだ途端、はいはい、23歳で産んでるんですけど、若い、はい、うん、あ 今で言うと若いですけど、昔はね、まあ、その時にいたんですけど、うん、でその時にこの子を守らなきゃいけないっていう強いなんか母の強さが出てきちゃったんですよ。でそこでガラッと強さのスイッチが入って、でどん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 自分も変わってきたんですよ。はいはいはい、なんかすごい、なんて言うんですか、今日お話聞けてよかったなと思っております。なんか女性の生き方を本当きよみさんに学ばせていただいてるなっていうのと、もっと聞きたいなっていうふうになりますね、うん、ありがとうございます、はい、うん、いやなんかそれはなんか、まあ、後輩先輩作るわけじゃないですけど、うん、後輩女性たちのすごい刺激になるなと思いましたね。結構いろんな経験してるのではい、本当なんか最後のやっぱお子さんができてこの子を守らないとっていう、はい、のがすごい、なんだろう、ぐさっとくるメッセージだったのでよかったです、ありがとうございます。はい、では最後にですね、まあ、きよみさんからこのホームページを見てる読者にメッセージをお願いします。はい、そうですね、たくさん その人の変化成長を見てきた中で、本当に行動しないと変われないし、気づかないと変われないんですよ。本人が人からどんなにこの人変えたいと思ってもやっぱり他人は変えられないし、自分で気づいて行動しないと変わらないです。だからどんどん失敗してもいいから、どんどん行動してほしいと思います。でそうすると絶対に本当に違う自分というか、もう一人の自分を発見できるので、ぜひ躊躇しないで行動してください。はい、力強いメッセージありがとうございます。本庄さん、本当に充実したインタビューでした。ありがとうございました。